よっちの部屋。あつとちよっちです。そしてハロー YouTube、 どうもヒカキンです。よろしくお願いします。さあ、ということでボンボンの部屋がですね1周年ということで、最初のゲストのヒカキンさんをお招きしました。そう、最初なのか。そう、最初です。まさにそう、1年経ったって言われて1年も経ったの、はい、もう本当に僕今日の格好は本当に去年のもの来ましたね。僕は僕多分去年のと今これふわふわってこう重ねると多分太ってんだよね。いやそんなことない。今日は男2人で、ね、男2人で陽気な女性がいないんで、めっちゃ男2人でギャラリーめっちゃいるけどまあいいや、はい、男2人で、はい、話しましょうということで、はい、僕用意してきました。僕が個人的に聞きたいことを。ヒカキンさんすごいガタイがいいんですけど、はい、なんでそんなガタイがいいんですか。生まれつきだね。生まれつきじいちゃん、じいちゃんの血、はい、あのゲームのね、ガチャの動画とかあー、ジジキンさんが、はい、もうガタイが多分若かりし頃は、はい、多分俺なんてもんじゃない、相撲やってたんだよね、なんかそれで、はい、背筋はペラペラだけど、はい、肩幅はあるんだよ、実はあー、そうですよね。そう、はい、みんな受け継いでる感じかな。他の YouTuber とたまにこう、どっか例えば渋谷で待ち合わせとか言うと、はい、なんか一瞬でわかるらしいんだよね、シルエットで。後ろ姿とかでも、あーってなるらしいんだよ、なんか。でも今ね、太ってきちゃってるから、昔は超逆三角形だったんだけど、ま、はい、っすぐになってきちゃってる。今太りたいんですよ、ね、本当に太りたいんですよ。あ、太れないんだ。太れないんですよ、体が。23ですね。あ、ね、俺24くらいから太ってきた、一気に。僕、こっち出てきちゃうんですよ、ここは。いや、めっちゃ出てるよ。ガラスにたまに映ると、自分で、うぶらつって。ああ、なるほど。ちょっとそろそろやってないとやばいかなって。ああ、確かに。そう、ありがとうございます。ちょっと汗拭いていいですか。全然いいですよ。いや、もうこういう感じでいきましょう。もう華奢が僕嫌なんですよ。あのマスコットみたいなキャラなんで。はい。さあ、それでは次いきます。はい。ぶっちゃけ今何が一番欲しいですか。うーわー、すごいの来たね。ぶっちゃけ、ね、ぶっちゃけ豪邸。あー、豪邸かー。買うつもりとか何もないけど、はい、で家にいる時間が多いから。なるほど。そう、ね、やっぱり家で快適に過ごすことに、はい、やっぱり一番お金使いたいかなって。だからまあ、はい、でも YouTuber ってだからみんな引っ越し多いと思うんだよね。とか、あと物増えてくるから広いとこに。だから唯一なんかいつかの夢はなんか家建てるかはとかじゃないけど、はい、すごいいいとこにこう住みたいねっていう。なるほど。いや、僕この前ヒカキンさんの家に行ったじゃないですか。ああ、来たね。日本人の家じゃないなって最初思いました。高さがもう高えみたいな。家にいてこうやることないっすもん。ドアの長さにびっくりしました。こうやって開けますね。あれ、そのことばっかり言ってたもんね。そうですね。いやー、でもあれ以上にでかい家でしたね。広に越したことないですね。そうですね。僕も今 1K の家なんで。ああ、でもスーパーで働いてる時はもう 1K で4年くらい、はい、最初もうアリが入ってきちゃって、もうアリコーラがアリまみれでも黒くなってる。ああ、え、その時何階だったんですか。6部屋で1階だった、はい、じゃあゴキブリとかも出てバリ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 。うわー、ワンシーズン10回ぐらいは遭遇して。本当ですか。そう、僕上京して1年なんですけど1回も見てないですよ。あ、それ、え、1回じゃないよね、はい、1回も見てないです。あ、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 そういうことか。豪邸ということで。そうですね。なるほど。夢はね、夢は、はい、じゃあ僕も豪邸に住みます。そう、それで、はい、欲がないよね。住みたいところの写真撮って待ち受けにします。あ、それ前言ったやつなんで、はい、あ欲しいものを待ち受けにするとか。そうそう、そうするとなんか行動が変わるんですよ。よし、じゃあ次いきます。はい。休みが1週間あったら何をしますか。あ、でもね、その絶対に休まなきゃいけないっていうんだったら、あ、旅行行きたいかな。日本でいいかなって感じ。あ、普通になんか日本の温泉とかを2か所ぐらい行きたいかも。ただでもリアルに考えると、はい、なんか常に動画作ってるから、はい、調べ事したいとか思っちゃうんだよね。読書したい。なるほど。読書も結構するけど、もっとゆっくり読みたいな。じゃあ結局家みたいなってなっちゃうけど、それがダメってなったら旅行したい。はい、次行きましょう。次はすごいですよ。お、ぶっちゃけ結婚は考えてますか。あー、あのね、はい、人はそうなるために生まれてきてるんでしょうねとか思うんだけど、生物として。ああ、そうですよね。そうなんだけど、はい、メリットデメリットみたいなのすごい考える。あ、じゃあまずメリットって何ですか。いやー、でもなんか楽しいよね、多分。あー、まあそうですね、奥さんと。そうですね。あとはまあご飯作ってもらえるとか、まあ助かるとかあるけど、はい、常に一人ではないので、まあそういうのをなんかわーっていつも考えながら生きてます。じゃあデメリットは。デメリット、一人でいる時間がすごい必要な人は疲れるとか、はい、まあそれは合うか合わないかと思うけど、考えたら、まあでも本当それ、正規さんとかってどうしてるんですかね。超仲いいからね。いつもなんか二人で笑ってるから、
なんか席が面白いって笑ってるみたいな。やめろよ、やめろよみたいな。やめろよじゃないけど。すごい仲いい。やばいだよね。本当ですか。そう。で、そのくらいね、会う人がいたらいいけど。35くらいまでは大丈夫じゃないかなと思うんだけどね。35まで、まあ、かんでわかんない。一人みたいな。ああ、そうです、ね。とんでもなく太ったりしてなければね。ああ。まあ、自分のペースって感じですよね。そうだね。はい。タイミングってやつですね。タイミングってやつですね。はい。それでは次行きましょう。僕今23歳なんですけど、ヒカキンさんが23歳の時にどれぐらい貯金が貯まってました？YouTuber になったのは4年前だから23くらいなんだよね。あってことはなりかけだからなりかけ、はい、そんなに貯金してないはず。スーパーの時期だったんですね、その時は。スーパー辞めた年くらいだから。スーパー辞めた年か。はい、スーパーの時代で言うと、はい、同期の中でかなりトップクラスで貯金してた。なるほど。やばいストイックさだった。あ、ペットボトルジュースを買わない、まあ、パックのペットボトルジュース買わない。パックの1リットルのやつを買って、夏は業務用のそばみたいなのを買って、はい、毎日そば、夜もうひと夏そば、昼も社員食堂で200円で食べれて、はい、同期の女の子とかは絶対レストラン行くんだよ、ね、昼コンビニのご飯とか買うんだけど、はい、もう社員食堂、200円の社員食堂。さ、社会人1年目は、はい、パソコンとか買いたくて、はあ、YouTube やるから。なるほど。で、10万円しか貯金できなかった。2年目で100万円まで貯めた。2年目で。そう、僕ちょっと今2年目なんですけど。そう、月にじゃあ絶対貯めれる。貯めれますよ、ね、うん、俺服とかもほぼ買ってなかった。ああ、なるほど。そう、僕も買ってないです。あ、いいじゃん。はい。そして毎日カップラーメンです。それ結構でもストイックじゃない？頑張ります。今年は頑張ります。それでは次の質問いきましょう。僕がYouTube やり始めて、まあ、2年ぐらいなんですけど、あれだけの家に住むためにはどうすればいいですか？ざっくりと、まあ、今で言うと、まあ、ヒカキンさんも最初の頃はその 1K だったんで、その過去のヒカキンさんもどんなことをしてきましたかね、その YouTuber として。あ、難しい質問来たな。好きなことをひたすらやるっていうのは結構でかいと思いますね。あ、はい。それがなんか極まった時に仕事になったっていうのがなんか、はい、僕なんで今で言うと、僕は本当に継続がすごい難しいなって思っていて、あ、やっぱ駆け出しの時ってなんか全てが楽しいみたいな、それを維持し続けないとやっぱいけないじゃないですか。そうだね。で、そこに僕が今直面してるんですけど、去年継続って言ってたの覚えてますか？覚えてる覚えてる。書くも書いた気がする。あ、そうですよね。で、その継続で一番大事な、ね、やっぱでも楽しくすることをなんかこう考える。苦だとなかなか辛いけど、はい、楽しいことだとなんか、いや継続しないととか思わないんだよね。そのあ、楽しんでいれば楽しいし、だからやり方ちょっと変える。自分がもっと楽しめる方向にこう変えるとか、家に住めるかどうかという議論とだいぶずれてきてる気がするけど。そうですね。あ、でもその結果大きな家に住めるみたいな感じですね。その、まあ、でも継続って意外と普通にできなかったりするんだよね。大体の人が辞めるから残った人が勝っていくみたいな感じなんで。そう。あとは時代の流れをいろいろ見る、ね、ちょっと先を行くとか。でも運が良かったとは思ってるからね。運も実力のうちっていう。あーなるほど。でもそういうことコツコツとやることが大事ですよね。やっぱ楽しむことと、やっぱり、まあそうだね、時代を見るみたいな。わかりました。いや、もうとてもとてもいいお話。大丈夫ですか？いや、全然、いや、とてもいいお話でした。ということでですね、よっちの部屋、これで質問は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。ということでですね、次から、えっちゃん、にちゃんがですね、加わって、1、2、3、4、4人か。あ、4人で、4人で、動画撮っていきたいと思うので、はい、皆さん、お楽しみください。お楽しみに。それではこの動画面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。